あっちです。あいつが本部の方に。キリュウつけようやないか。キリュウ。獅子だ。踊れる。また終わっとらんわい。行けよ、キリュウ。こっちは俺らで十分や。雑魚は任せとけ。 あいつはお前の客なんやろ。ならお前の手で直接インドを渡したり、きっちり思い知らせてこいや。分かった、ここは頼んだぜ。初対面のあんたたち。<笑>相変わらず頑固やな。 この大広間の、この場所に座ったもんが日本のヤクザの頂点に立つ。ここで話す言葉一つで日本中の極道が右にも左にも動く。それが近江連合のドンの価値や。もうそんな時代じゃない。それはお前も分かっているはずだ。 わからへんわ。そないなもん、一度でも登場界のトップに立ったあんたにはどうでもええことかもしれん。せやけど、俺らみたいなヤクザやることでしか生きていかれへん連中にはここしかないんや。ここが生きていくために必要な夢なんや。夢か。あんたみたいに てっぺん取ったエリートには分からへんやろな。お前らが勝手に奪っていったもんの大きさが。分かるさ。何やと。いくら名を消しても、いくら自分を偽っても、根は俺も同じ。てめえより強い奴がいると聞けば 喧嘩して倒したくなる。自分が一番強いということを証明して勝ち誇りたい。そんなもんだ。せやったら、なんで大解散なんぞに手貸したんや。なんで俺らから、ヤクザの夢奪ったんや。簡単だ。俺らヤクザモンが持っている夢なんてのは、 毎日を必死に生きている人たちの夢に比べたら、ゴミみたいなもんだからだ。キリュウ、お前のせいで最後の最後に全部ぶち壊しや。お前だけはこの手で始末したる。 その後は沖縄のガキどもへ。俺を揺さぶってるつもりなんだろうが、お前とはここできっちり片をつける。どんな小賢しい真似してこようがな。はっ、その言葉全部そっくり返したる。何が伝説の極道や。全員まとめて 首さらしたるわい。<笑>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 
伝説もここでしまいや。 Die!